してて厳しそうやな。シフティ厳しいからハッピーハムレット行くっていうね。ハッピーハムレットも厳しいと思うけど。インファントリーやばい。インファントリーじゃ戦えねえ。起きた。序盤はこっちの方がいいな。あぶね。しゃ。どうしてもらった。初盤に行くんだよ、こんなとこに。怖すぎだろ。ポンプじゃなくてよかった。ポンプだったら絶対死んでたな。序盤は白でもタクションの方が強いな。やっぱ外したら終わりだもんな。神エムで絶対当てられるならそうだけど、人間誰でもまあ違いがある可能性はあると。なんか世界大会で優勝したのも白タクションっていうし、そういうことなんだろうなと思わず、なくはない。あ、やべ。やっぱ初盤の、おぉ、ハンドキャノン。アンチ確認。お、近い。結構近いな。どんなゲームやっても敵と会う瞬間は緊張ですね。あいつ外しやがったな。そもそも撃ってきてんじゃねえよあいつ。どっから撃って、近い。え？え？見た今の。やっば今の。神ゲームすぎんだけど。あ、来てる。まだいんのかよ。ねえ、さまあ見やがれ。いや序盤力強かったな。これはよかった。相手があんまり強くないとはいえ
それにしては珍しく褒められる部類なんじゃないでしょうか。めっちゃ神ゲームだったな、あの200削ったやつ。プロゲーマーだったら消えてるな。出身勢としてセーブだけはね良くないといけない気がしなくもないけど、キーハンドキャノンを手放すかどうかという話。おっとか、どっかで役に立つかもしれない。ジャパンって人結構チームラブルでも強かった気がするんだけどな。同じ時間にチームラブルやってるってことは僕と同じニートですね。まあそんなことはどうでもいいとして、タクシの方がな、やっぱ武器持ち替えない方が強い気がするんだよな。どうなんだろう。でも卓上は冗長な打ち合いになっちゃうのかな。ちょっとなんか CSGO ではチャイナラックって、てかもう18人しかいないのもやばいな。戦いたがりすぎだろ今回みんな。結構良かったから、あとでさっきのショットガンのやつ Twitter に投稿しとくけど、確かに自分の声って聞くと気持たぼいっすやな。多分言ってることも尻滅裂だし、あやべ、いるな。気づかれるとやばいから戦いに行くか。別にやばくはないけど、絶対にいると思うんだけど。マスされてたらやろな。あーやらかしたー、見えなかったー。あー序盤良かっただけにもったいないな。まあいいや。あ、この人5キルしてるし、うーん、そこで隠れてんのうまいな。いるとこにはいない、行かない方が良かったかなー。やらかした。まあいいや、あと1回ぐらいかな、やって。